はい、ウイスキー初心者が飲み比べてみたシリーズでございます。はい、今回飲み比べてみたのはこちらですね。はい、竹鶴ピュアモルトと日華のセッションでございます。はい、両方ともピュアモルトですね。竹鶴ピュアモルトは、余市蒸留所の原酒と宮城京蒸留所のブレンドですね。で、セッションは、どこって書いてないんですけど、スコットランドと日本のモルトがのブレンド。ホームページを見れば書いてあるのかな。まあ、値段も同じピュアモルト同士で、価格も竹鶴が4000円で税抜きね、日華セッションが3800円なので、まあ大体同じぐらい。はい、ちょっとこれをね、同じ価格帯で同じピュアモルト同士ということでね、はい、飲み比べていきたいと思います。はい、前回ね、竹鶴ピュアモルトと宮城京を比べたんですけど、もうあれははっきり宮城京の方が美味しかったです。 そんなこと言ったら怒られちゃうから。はい、セッションの方が色が薄い。わかりますかね、ここからでも。セッション最初の時に薄いなと思ったんですけど、ちょっとわかんないか、わかりづらいですかね。ちょっと薄いですよね。はい、じゃあ、まあ竹鶴ピュアモルトの方から香りを。こうモルトの感じがしますよ。穀物っぽいね。 はい、で、セッション、はい、セッションの香りは、同じ匂いがする。 全く一緒、この匂いがするな。同じや、これ。あー、なるほど。竹鶴の方が匂いが濃いかな。でも、同じだな、ほぼ。この色の、こっちが薄いじゃないですか。濃い分、匂いも濃いみたいな、そんなイメージですかね。はい。面白い。じゃあ、ちょっといただきます。飲んでみたいと思います。乾杯。はい。アルコールのビリビリ感と甘さが竹鶴の風味がしますね。はい。ちょっとお水飲んで。日課のセッションがあるからですね。はい。よいしょ、いただきます。ほぼほぼ。アルコールのビリビリ感は圧倒的にセッションの方が強いです。ただ、余韻の甘さからいくとセッションの方が甘いかな。こうビリビリビリって、そのビリビリが収まった後のこの口の中の風味っていうのがセッションの方が甘い。ただ、ファーストタッチとか最初に味わった時の甘さはこっちの竹鶴の方が甘いですかね。そうですね。まあ、味の方向性とか香りとか全く一緒。じゃあ加水していきましょう。もういきなりトワイスアップぐらいしちゃいますね。はい、ちょっと竹鶴から香りを嗅いで飲んでみていいと思います。華やかな感じになりますよね、フルーティーな。おお、飲みやすい。飲みやすいけど、まだ若干ビリビリしますね。なるほど。さあ、続いてセッションですね。ほぼほぼ一緒。これ目隠して飲んだら分かんない。特に香りは分かんないですね、もう完全に。ああ。加水した、ちょっと待ってくださいね。飲み込んだ後の余韻のビリビリが加水するとピュアモルトの方が強い。加水するとニッカのセッションはそこまでビリビリ感は出ないですね、これ比べて。まあ、ビリビリしますけどね。微妙ですね。私は日課のセッションがそんなに
プレミア価格とかで取引されるものじゃないと思ってるんですけども、こう比較してみると竹鶴もそうですね、ピュアモルトも味が濃いっていうのだけであって、結構セッションと同じ系統ですね。だから竹鶴、私17年とか21年飲んだことないんですけども、なんでしょう、そうだな、これが竹鶴ピュアモルトで、こっちが竹鶴ピュアモルト10年とかだったら、なるほどなと思うような感じでですねなんかそんなイメージ、なんかこう原酒の濃さ、あの濃さから言ってもね、まあこれが3800円で、まあ、4000円ですけど、税抜きでね、どうかな、まあレア度的にいくと、こう竹鶴ピュアモルトの方が全然見ないですよね。今このラベルが白になっちゃってますけど、まあ、白になったらまだ飲んでないんですけど、ちょっと日課は難しいね。美味しいですよ、美味しいですけど、プレネで買うほどじゃないな。でもこのなんとなくですよ、日課の風味とこのサントリーの風味って違いますよね。なんかそれがね、少しずつなんか分かってきてる気がしますね。なんかこう独特の風味がありますよね。何の風味？樽の風味なのかな、蒸留の仕方なのか。お肉は宮城郷が美味しいですからね。はい、そんな感じです。はい、一応概要欄の方に、2つともリンク貼っておきますので、ご興味がある方はね、ぜひご覧になってみてください。はい、あとモチベーションアップのためにチャンネル登録とグッドボタンの方、何卒よろしくお願いいたします。はい、あと各種 SNS やってます。Twitter、Facebook、Instagram、概要欄の方にリンク貼っておきますので、ご興味のある方はぜひねご覧になってみてください。はい、今回ウイスキー初心者が飲み比べてみたシリーズ、竹鶴ピュアモルトと日課のセッションを飲み比べてみた、飲み比べてみたの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。